こんにちは、Bレジェンド田中です。今回は筋肉が大きくなりやすい時間帯についてお話したいと思います。Bレジェンドの公式 LINE やお得なセール情報も載っておりますので、概要欄を一度チェックしてみてください。まず結論から言うとですね、筋肉が大きくなりやすい時間帯は体がしっかり起きている状況であれば、まあ、夕方以降がいいのかなと考えております。なぜかというとですね、朝方、まあ体が起きてない状況であるならば、まあ体がまだ十分に覚醒してない状態になります。朝寝起きでペットボトルを開けようと思っても力入んないですよね。あ、体がまだ起きてない、力が入んないっていうことあると思いますけど、極端に言うとそれに近い状態なので、筋肉量を増やそうと思ってですね、トレーニングやろうと思うので、やっぱりこう重量をある程度こなせることが重要になってきますので、体が覚醒してないとですね、重量がやっぱ中途半端になっちゃいますね。しっかりトレーニングで重量をこなすことが体が大きくなると考えておりますので、体を一番大きくしやすい状況を考えるのであれば、夕方以降がおすすめかと思います。じゃあ朝トレはダメなのかと言いますと、実はそうでもないっていう話を、じゃあここからしていこうかと思います。まあトレーニングってやはり続けれないと意味がないと考えております。ベストの時間を選択優先するあまり、例えばですね、仕事で支障が出たりとか、まあ、家族が不満を持つっていうことになるのであれば、トレーニングを継続するためには朝やった方が継続しやすい、朝入れないといけないということであれば、僕だったら迷わずも朝やります。何より継続することが最優先であるので、ベストな時間を狙うあまりにですね、トレーニングの回数が減ったりとか、家族の状況が良くない状況になってしまうというのであれば、とにかく続けることを優先してください。次にですね、体力を使うお仕事をされている方、または強い日差しの下で作業される方とか、仕事自体で体力を大きく消耗される方は、仕事で消耗しきった後に夕方にトレーニングをしても、もうすでに疲れきっちゃってるっていう場合もあります。そうであれば元気な朝のうちにトレーニングする、その方が重量がこなせる、仕事の状況的には朝の方がコンディションがいい状態でトレーニングできるのであれば、朝をチョイスするのが良いかと思います。まあ、ただしトレーニングでね、ヘロヘロになりすぎて仕事に支障が出ないようにっていうね、バランス感は大事だと思います。まあ、例えばなんか仕事で1万歩2万歩歩いて有酸素的な動きが多くてですね、エネルギーが枯渇する状態のお仕事をされている方であれば、まあ、夕方もしトレーニングしようと思ってもちょっと筋肉に栄養が枯渇している状態でトレーニングするのであれば、まあ、人によってはですね、重量全然こなせないという状況になると思います。まあ、僕もそのタイプなんですけど、20分程度自転車を漕いでからトレーニングすると全然重量がこなせないっていうね、まあもともとスタミナがない体質だからっていうのもあるかもしれないですけど、まあそういう仕事の状況であったり、まあ、体質の状況であったりで、体を動かした後、体力を消耗した後のトレーニングが大きく支障が出るのであれば、朝に持ってくるということをチョイスすると思います。もう一つ、朝トレを行うことが良いのではないかという状況の方は、減量中の方も朝トレを好まれる方が多いかと思います。減量中だとやっぱりエネルギーが枯渇している状態になるので、仕事を行った後にトレーニングするっていうのも体力残ってないという場合もあるでしょうし、また完全に筋肉からできるだけ枯渇している状態を狙ってあえてトレーニングを行うことで脂肪の燃焼を促したいという考え方で朝トレを行う方もおりますし、また朝例えばスクワットなどですね、ホルモンバランス的にダイエットの適した状態に整えてからお仕事で身体活動量を加えることで、よりこう脂肪が燃える状態に持ってきたいという方もおられて、まあそういう方は朝トレをあえてチョイスされる方もおられます。まあ個人的には減量期以外ですね、まあ、重量を伸ばしたい時期、高重量を行うトレーニングの日ですね、特にデッドリフトとかスクワット、ベンチプレス、多関節種目をメインにとにかく重量にこだわって行いたいときは、夕方以降のトレーニングが特におすすめかとは思います。またオフ期ですね、体重がある程度乗せながら重量を上げていきたい時期は、まあ、夕方のトレーニングを選んで、減量期に入ったら朝トレに切り替えるっていうのも一つのやり方かなと考えてます。一つ意識して知っておいた方がいいかなという考え方で言いますとですね、まあ、朝はやっぱり重量こなしにくいですね。
例えば夕方のトレーニングでベンチプレス100キロ上げれてたと、朝のトレーニングだと95キロから 97.5 キロぐらいしか上がらないから落ちたと考える必要は私はないかと考えております。同じ条件ではないという考え方になるんですが、逆に朝のトレーニングで100キロ上がるようになったと考えるならば、もしかしたら体が覚醒している状態であれば夕方にトレーニングを行えば 102.5 から105キロ上がる可能性もあると考えます。またセットの組み方で夕方だったら80キロでセットを組んでるという方だったら、朝だったらまあ仮に体が起きてないから 77.5 で組んだで、翌週80キロで組めるようになったとするならば、おそらく成長していると考えるようにしています。まあ、条件が違う中ですね、では重量は必ずしも一致しないし、ちょっと重量がこなしにくい条件の時に重量が伸びているのであれば、おそらくそのトレーニングはうまくいっている、今のアプローチは正しい、このまま朝のトレーニングの重量を伸ばすアプローチを続ければ、まあ、筋肉は必ずついていくと考えます。まあ、今の考え方は、まあ、時間に対して不利有利というところの考え方も考慮しましょうっていう考え方なんですけど、まあ、逆に分かりやすく言うと、普段80キロの人がベンチ100キロこなすという方が、まあ、70キロになってベンチ100キロ同じ重量をこなせたら、まあ、これも体重という条件が違って不利な条件の中で同じ重量がこなせてたら、おそらく伸びてると。でそのままの体重であって重量が伸ばしていっているのであれば、筋肉は必ず増えていくので、朝という力が入りにくい状況であっても、夕方ほどパフォーマンスは上がらなくても、不利な状況でも重量が確実に伸びているという状況であれば、必ず体は変わっていきますので、ベストな状況ではなくてもその状況でベストを尽くす、でその中で期間を通して重量回数を伸ばしていくことで必ず体は変わっていきますので、同じ条件で体の条件であれば夕方の方がもちろん重量こなせる場合が多いとは思いますけど、朝トレだからやる意味がないとか不利だからやる気が出ないという状態にはならずに、まあ、その条件の中でとにかく続けながら重量を伸ばしていくというところを意識していただければ良いかと思います。ちなみにですね、私個人的なアプローチなんですけど、パフォーマンスが上がりにくい時間帯にトレーニングするのであれば、朝起きてすぐカフェインまず取ります。まあ濃いめのブラックコーヒーでもいいですし、トレーニング 2,30 分前にもう一回カフェイン入れて体がより覚醒している状態を作るという工夫を行ってます。カフェイン苦手な方もおられるとは思うんですけど、特に苦手じゃない場合は、まあ、こういうアプローチを使ってみてもいいかなと思います。まあ、ベストな状況は夕方以降としても、とにかくトレーニングは継続して伸ばしていくことが重要なので、時間の特性はある程度考慮しながらですけど、トレーニングをとにかく継続するということを優先してやっていただければ良いかと考えています。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しています。新商品やお得なセール情報も掲載されておりますので、概要欄をぜひチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。